きも撮っていきたいんですけども、わっさいわっさいお祭りわっさい、はい、で、まあ一人でお祭りやってほしいんですけども、あのね、ちょっと巷でまたまたね、やべえもんが流行ってるんですよ。それ何だと思いますか？どうせね、バンビ君のことだから、はい、韓国でしょ。お、わかった、何ですか？ペヨンジュン。古いな歴史の教科書に載っていいぐらい古いな、ペヨンジュン。冬の空だった。違います、全然違います。またまた進めていいですかね。またまたちょっとタピオカなんですけども、ちょっと最近巷でタピオカパンケーキっていうのが流行り始めてるらしいんですよ。タピオカパンケーキ、もうまずいそうでしょ。タピオカとパンケーキなんて合うわけないじゃないですか、そもそも。おいしそう。まあね、だから言うんですよ、こう女の子はね、結果可愛いものと可愛いもの合体させたら美味しそうって言うんですよ。けどね、まあ、やっぱ実際食べてみなきゃ分かんないということで、今日はね、そのね、タピオカパンケーキを作りたいと思います。リップで来たんだよね。あ、そう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 、ファンの子からタピオカパンケーキ流行ってるんでやってくださいみたいな。しかも東京にしかないみたいな。そう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 、写真を見たらね、本当にそのパンケーキの上にタピオカ乗ってんのよ。合うのと思って、パン生地とさ、絶対さ、みんな映えで行ってるよ。そうそう、映え、写真撮りたいがために行ってんのよ。そうそう、映えしたいだけなのよ。まあ美味しいかどうかはね、まあ俺らが作ったらもう判明するんで、うん、早速作っていきたいと思います。ってことで早速やっていこう。今日はなんで入れてこないんだよ。今日はその気分じゃないよ。はい、ということでキッチン来ました。早速作っていきましょう。まずご用意するものはですね、こちらタピオカですね。こちらペットショップなどに売ってるんで、もう生きたね、新鮮なタピオカ、あの市販の乾燥したタピオカだとあれもうダメなんで、一回死んでるやつなんで、この生きてるね、タピオカペットショップに売ってるんで、こちらを用意してください。このタピオカの体液とタピオカ本体をまず分けていきます。ユンがやる。いいよ。ちょっとこれ思ったより頑丈でね、開かないんで、はい、もう包丁でぶっ刺します。はい、危ないよ。1個は普通に飲むか。1個普通に飲む。うん、えい、入れまーす。はい、もちろんね、これはちゃんと後で飲むんで、この分けたやつは。ちなみにお味はほうじ茶ミルクティー。最高、はい、わー、これでいいね、やっぱいいこれぐらい、2個でいいね、2箱で。じゃあこのタピオカ1回ゆすぎましょうか。それ、はい、はい、ゆすぎました。おお、いいね。これならお店に匹敵するパンケーキが作れると思います。うん、ちょっともっちもち、ユンのほっぺぐらいもっちもち。ボソボソだろうが。ツルツルだわ。はい、ということで続いて、いちごソースを作っていきます。じゃあ、いちごソースは僕がやりますね。ダメです、私がやります。全部やるやん。ユンがやるんじゃん、簡単なもんは。やっぱ生地はね、ダンビク。あ、生地はね、ちょっと任せらんない。そう、いちごジャム大さじ3。こんぐらい。これを3つでしょ。これ3つです。これ大さじ3。いいじゃん。で、レモン汁をね、少々。レモン汁を少々。砂糖大さじ1。大さじ1。まあもうね、何回もやってますから。わかりますよ、大体。おい、こんぐらいだって、ほら。そんな入れてない。はい、そしてお水。で、お水はあのソースの硬さによって変わるんですけども、うん、まあちょっとでいいんじゃない、トロトロめがいいから、ちょっとでいい。OK、じゃあ早速それをね、ちょっと火にかけましょう。弱火で。ああ、いい女に見える、こんな休日にいちごジャム作ってんの。ほら、もういい女臭しかしないでしょ、女子力。いや、服装のせいで外国のお母さんに。なんでよ、なんでよ。はい、ということでね、いちごもね、この水分がちょっと飛んでね、トロトロになったら、これでいちごソース完成ですね。めっちゃいい匂いしてるよ。めっちゃいい匂い。みんなに届けたい。はい、では続いてね、生地を作っていきたいと思います。みんな大好き、ホットケーキミックスで大丈夫ですね。誰もが食べたことあるでしょう。そう、はい、まずね、ホットケーキミックスをね、200g、 200g、 牛乳 150cc、 卵1個。そしてここからが隠し味なんですよ。こちらマヨネーズなんですね。ここに出てくるのがマヨネーズを大さじ1ですね。まあこれぐらいですね。マヨネーズ入れんの？そう。さらにこちらブルガリアヨーグルトも大さじ1。ブリュン。そしたらこちらがね、ダマがなくなるようにね、混ぜていきます。オッケー。まあこんな感じですね。ダマがなくてね、滑らかな感じですね。はい、そしたらね、いよいよ焼いていきたいと思います。厚めのパンケーキを作りたいんで、こちら
牛乳のパックでこのようなね、こう中に入れて焼けるようなのを作りました。これ牛乳パックとかも大丈夫なんで、皆さんもぜひこういう縁を作ってからやることをおすすめします。まあ、今回はちょっと六角形のね、おしゃんなやつ作っていきます。バンビ君、これに1時間かけてました。これを作るのに1時間かかりますワクワクさんなら2秒でできます。そしたらね、バターを少々ね、この縁に塗っていきます。これつかないようにね。OK かな。したらばしたらば、火はね、弱火ですね。はい、フライパンが温まったらね、いよいよね、こっちの生地を入れていきたいと思います。いくぞ。いけ。投入。てるるるる。うわぁ、ワクワクしてきた。これぐらいですね。足りるか。あら、足りない説。あ、いけるな。うまいことはみ出ないもんだね。ほんとだ。はい、そしたらね、アルミホイルで蓋をしてね、このプツプツが出てくるまでね、放置します。まあ、多分大体5分から10分ぐらいだと思います。ちょっとうち蓋がないんで、これで。じゃあこれを待ってる間にね、生クリームを作っていきます。生クリームはゆんちゃんのがいいんじゃない？やる。はい、ということで続いて生クリームを作っていきます。はい。で、生クリームは2種類作るんですけども、ふわふわな生クリームとトロトロの生クリームを作っていきます。まずはトロトロの生クリームを作りましょう。はい、入れました。ここに白砂糖を 20g。 これハンドミキサーないと無謀じゃない？無謀じゃないね。昔の人は素手で作ってたんだ。素手で？混ぜ方がダメ。これで手動ハンドミキサー。あら、いい感じ。ほら、手動このご時世に手動。火起こししてる人みたい本当は生クリーム氷水でやった方がいいんですけど、この家には氷がないんですよちょっとテキーラで冷やしながらやります。初めて見たよ、テキーラの上で生クリーム泡立てる。斬新でしょ。おいよ、うまいよ筋肉がやべえでやす。バンビ君は筋トレしないとダメ。はい、おお、こうだね。ユンがやったらこぼすよ。任せろ。男並みに力はある。マウンテンメスゴリラ。いつかバンビ君にね、何かをされた時はグッパンしますもういいんじゃない？あんま混ぜすぎてもね。うん、あー、もういいね。これぐらいじゃないですか。これぐらいですね。美味しそう。はい、ということで、ね、ちょっとこっちね、プツプツ泡出てきたんで、こっちひっくり返します。ひっくり返せるのこれ？おお。ほい、いけ。はい、はい、おお。弱火が大事だね。そう、弱火。これもまたちょっとね、蓋を閉めます。で、今度は5分ぐらいかな。チュはまだかな。チュはまだかな。こっちより生地が薄い方はね、多分もう大丈夫だと思うんで、ちょっと取り出そうかな。オッケー。ほら、見てください、皆さん、めちゃめちゃいい焼き色。これをいい匂い、ハサミで切るか。よし。おお、わー、すごい。すげー、綺麗だね、形も。見てください、皆さん、この厚み。うん、大成功。大大成功、大成功ですよ。かぶりつきたい。しゃぶりつきたいねはい、ということでね、もう一個も焼けたんでね、出していきたいと思います。ふう、いい感じ。またこっちをね、切っていきたいと思います。しっとりだね。しっとり、ふわふわ。それではね、早速ね、組み立てていきましょう。いよいよ完成でございます。あ、やべ、ふわふわの生クリーム作ってない。あー、バンビ君、どうする？そんなこともあろうかと、こちらご用意しました。あー、これは料理番組でよく見る出来上がってるやつ。もう作っといたか、これ。台本通りだなしめしめこれがやりたかったんだよね。これがやりたかったの。じゃあ早速やっていくよ。イエーイ。まずはいちごのソースをかけていくよ。これこうやってまず伸ばすね。おお、いい感じじゃん。ここにふわふわの生クリーム。ふわふわの生クリーム。ここに一旦タピオカを挟みます。このね、新鮮なタピオカ、これ水でよく切って。まだ生きてる？まだ生きてる、まだ喋ってる。なんて？僕らやっと旅に出るんだね。はは、まだ行きたいよ、食べないで。やだ、食べる食べさせてくれ。こうたっぷりね。そんなにいっちゃうの？うん。で、こいつよ。これを上から乗せる。あーあー、いい感じ、いい感じ乗せて、でこの上にこちら、トロトロ生クリーム、こちらをかけていきます。もうたっぷり。いけー。うー、おー、飯テロ、飯テロ、飯テロだぜ。うー、ちょいちょい垂れてる感じがいいんだよ。うん、そう。あーあー、オッケー、たっぷり、すごい。
そう、でこの上にタピオカ乗せるのよ、また。あ、タピオカ。そう、それが俺が見たやつ。大事よ、見た目。沈んじゃう。いいのいいの。うわあ、なんかキモい。なんか想像と。なんか違う。じゃあこれでゆんちゃん最後、はい、飾り付けして。任せて。ということでタピオカを乗せ終わったら完成でーす。タピオカパンケーキです。うましょう。見てください、無数に散りばめられたこのタピオカ、ふわふわのパンケーキを台無しにするがごとく大量にかかった生クリーム、早速食べていきましょう。見た目はちょっとグロテスクだが美味しいはずなんだよ、これは。絶対美味しい。これが流行ってるんだよ、うん、そんな見た目変わんないからね、言うて。なんかドロドロでキモいかけすぎたかな。じゃあちょっとね、食べてみますか、うん、言うと、おお、すごいふわふわボリューム、ーケーキみたいな感じでした。お、いいねいいね。はい、うわ、実力頑張ったのに倒しちゃう。もう諦めちゃった。最後の最後で。ここは立たせないんですよ、こういうの。ああ、ここは取らないで、もう。うまいしかった。これは2段いくべき。まあ、とりあえずこのいちごとこのタピオカを口にせーので入れたいね。いくぞ、せーの。あ、うん、パンケーキは美味しいけど、タピオカはちょっと不思議な感触。でもパラパラがある、うん、タピオカが思ったより食感がないって言っちゃあれだけど、なんか馴染んで悪目立ちしてない。確かに。だからといって、うん、わざわざトッピングするかと聞かれたら、うん、そこまでしない。うん、全然しないと思う。一粒二粒だったらいいけど、ほどほどがいいね。ほどほどがいいと思う、うん。まあ、でも人生で一度は食べてみるのはありかもね、うんうん、その食べないで気になったまま終わっちゃうとどうしてもその悔いが残るから、うん、まあ、東京で食べたい人も、まあ、東京で一回食べて、うん、あ、こういうもんだなって思うのはいいかもしれない。パンケーキはねマジでふわふわだから、うん、この作り方をちょっと試してほしい。マヨネーズいいかも、うん、全然ねマヨネーズの味はしない。しっとりしてるんだよね、パサパサしてないから、うんうん、女の子一人でもペロって食べれそう。このソースあってよかったもんね、もっちょい、うん、はい、ということで、ね、あとはゆっくり食べたいと思います。すべての食材に感謝を込めておそばす。はい、ということでいかがだったでしょうか、タピオカパンケーキ。まあ僕がねこの東京以外に住んでたら、うん、まあちょっとわざわざ食べには来ないかなっていう味でしたね。だからお店のもだからちょっと食べに行ってみたいね。食べに行ってみたい。これそう、どれぐらいそのうまいのか、うん、消化させてるのかこの味を。確かに、うん、まあ、だからね気になる人はねぜひ食べに行った方がいいと思います。ちょ、食べに行ったらぜひ感想、あ、ツイッターで、ツイッターでリップ送って送ってください。そう、それで美味しかったら、あ、やっぱ素人とは違うんだなっていう、分かる。ということで、インスタ映えとインスタ映えを組み合わせたらインスタ映えになると思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。美味しそう、食べてみたいって思った方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、また会いましょう。またなー。